今すぐ痩せたいけどハードな腹筋できんし食事制限も続かない。これじゃ絶対痩せられない。そう思ってませんか？今回はどんどん運動時間を増やしても痩せられない人が簡単に痩せる方法を紹介していきます。毎日動画見ながら頑張ったり、食べ過ぎたから今日サラダにしようと、全部体にストレスです。どんなに頑張ってもストレス抱えると痩せにくいんですよ。だから痩せるためにはまず体のストレスを発散してリラックス効果を上げる時間を増やしていきましょう。そうすることで体のストレスが減って食事も運動も適度な状態が保たれて、体はストレスを感じないので結果が早く出てきます。やっていきましょう。まずは足を折り曲げた状態でキープしましょう。ぐーっとね、ももの内側上側伸ばしていきましょう。できればね、この腰がね浮かないようにちょっとね腰を丸めるようなイメージでやってみてください。足が硬い人はねつま先の指をね外側に向けてみてください。ちょっとお腹を手で押さえながらリラックスしてやっていきましょう。 OK です。反対も同じようにやっていきましょう。リラックスできる時間、筋肉を適度に伸ばすことができれば食事もね自然と落ち着いてきますからね。今回のストレッチは肩こり、背中こり、反り腰、前もも痩せ、いろんなね気になる部位、そういったものの改善的なねストレッチが含まれてます。足の裏を合わせて膝を開いてですねキープしましょう。スマホ持ってる人はねこんな感じで見ながらでもできますんで、リラックスして行いましょう。飲みすぎちゃうよ、食べすぎちゃうよっていう人とか、ついついねラーメン食べちゃうとかお菓子食べちゃう、そういった原因はね体のね交感神経が優位になってますから、副交感神経を優位にしましょう。じゃあ今度はね内ももを内側に向けて倒しましょう。ゆっくりゆっくりねやっていきましょう。ストレッチをねどのくらいの頻度でやったらいいのって思ってる皆さん、ストレッチは毎日です。一日しなかったらね硬くなります。硬くなるとまたやったら痛みになるので、リラックスするためには毎日やることがね大事です。OK、 今度はね片足だけ抱えてみましょう。引き寄せながらね腰を丸めてみてください。しっかり足がね抱えられるよっていう人はね、ちょっと外側に開いたり内側にしたり、ちょっとね位置をずらすとねしっかり伸びますよ。腰をしっかり丸めて、リラックスして伸ばしていきましょう。この一日にね一回だけでもねこういうリラックスする時間使っていくと、頭もよく働いたりね、よく寝れたり、食事の量が落ち着きますからね。足を抱えていきましょう。体操座りをするイメージですね。こう反り腰の人はねこの体操座りが結構辛いと思います。腰がやっぱり硬くなるとね反れる方が強くなって
丸める方が難しくなりますから、しっかりね丸める方をやっていくとね反り腰良くなってきますから、コツコツねやっていきましょう。片足の股関節をゆっくりゆっくり回していきましょう。はじめのうちはねコリコリコリってなるかもしれませんが、慣れてくるとねスムーズにね動くんですよ。ほとんどの人がねやっぱりお尻の力が弱ったりしてくると股関節が内側に向いてくるんで、しっかりね開く運動がね大事です。OK、反対も同じようにいきましょう。抱えたら外側に回します。はゴリゴリになるけど反対はスムーズだよっていう人もいると思います。やっぱり日常的にね体の歪みや癖がありますから、左右差が必ずあります。OK、 今度はね交互に足をブラブラしてむくみを取りましょう。するだけでも日常的にね立ちっぱなし座りっぱなしの時の血流がね戻ってきますから、あんまりふくらはぎをね使ってない人はねこれがね必ず必要です。じゃあ全部ね下半身にむくみがたまりますから。 OK、 今度お尻上げた状態で足を少しだけ動かしてみましょう。これお尻上げたまんまで足踏みしてるんで、もも裏お尻がねすごい鍛えられます。歩くだけではねつかない筋肉がねこの寝たまま多くでね鍛えられますんで、実際このねこの動き30秒だけでもね毎日やった方が絶対いいです。 OK、 今度はお尻を上げたら落として抱える。お尻を上げて膝抱える。お尻上げっぱなしは結構辛いけど交互にやったら結構できますよね。OK、 で今度はねガグラ足にしたまま足を交互に動かしましょう。これでねウエスト股関節、お尻、しっかり伸ばされますからね。日常的に硬い筋肉があるとどうしても筋肉のね使われ方にね歪みが出てきます。そのねストレッチっていうのはね両方整えますからすごい大事ですね。反対も同じようにやっていきましょう。やっぱり体ってね必ず歪みがありますから、さっきの方向はね違和感ないけどこっちはね腰が痛いよとかね必ず誰でもありますよ。痛い方もね痛くないようにするためにはやっぱりこうやってね筋肉伸ばす必要がねありますから、筋トレも大事ですがねストレッチの方が実はね大事なんですよ。OK、 じゃ
ゃあ今度はね、股関節を外に回したら足をつく。よいしょ。この膝を抱えるっていうのはね、反り腰解消にもねすごいです。そして股関節をね開くっていうのはね、足のラインを良くするっていうね、横脚 X 脚を改善するっていう運動にもいいですから、ほとんどの人がねやった方がいいです。 OK、 足伸ばしてね、体をね振っていきましょう。横に振りながらね、上下にも動かしてます。そして足だけじゃなくて腰もね振ってます。この体の力の抜き方って結構難しいですから、この体を振るのも結構むずいですよね。こうしながらこう振ってますからね。 OK、 今度はね足を抱えて戻す。上げるのはね勢いよく上げて、下ろすのはねゆっくりゆっくり耐えましょう。体がだんだんずれていくと思いますが、あと少しで終わりますからね。ゆっくり下ろしましょう。膝を曲げたままで足を開いて、手を前に伸ばして起き上がる。手を遠くに伸ばすイメージ。ちょっと背中が浮いたらねいいですからね。首疲れるよって人はね、頭持ったまま前を見るようなイメージで体を起こしてください。朝や寝る前、毎日やっていくとだんだんと変わってきます。頑張りすぎて変わらない人はリラックス時間増やしましょう。やってみた人はコメントで教えてください。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。